はい、どうも、妖怪チプニプニ、今回もやっていきます。元気ドリンクゲット3日目です。はい、サーカス買ったね、無課金攻略、今回はねガシャやっていきましょう。一応これメインアカウントでもうかなり進みましたね。38回で4回。元気ドリンクはまあ落ちてるちょっとねプニットショット最近落ちすぎてたからあんまり油断してたね。はい、今回ね2鉄と樹脂キラチャラか。はい、特にキラチャラがね2鉄の特攻なんで、キラチャラが特に欲しいかな。あとはなんだっけ、ウォッチのミッションとかがあるんで、結局今回特攻いるんかな。サクちゃんでもサクちゃんに与えるダメージアップはいらないんだな。今回ミッションがなんかなくなったよね確か。ユニオンミッションこれか。サクちゃんを使って、あ、これサクちゃんを使ってか。だからサクちゃんは最悪いらないんだな。でも2鉄がないとユニオンカーバーゲットできないんで、やっぱこの2体必要だねガシャ回していきましょう。1日限りなんだよな。最近このパターン多いね。ZZ なんだね、2鉄。キラチャラが Z で 1.6%。明日がサクちゃんとなんだ金龍なのかな。そんな感じだね。はい。で、あとチンパンジーみたいな土蜘蛛が、あさってか。Y ポイントが間に合わねえな。まあいいや、行きましょう。メインアカウントだけ最悪引けないかもしれないな。どっちをパスするかだな。土蜘蛛いねえとボス倒せないけど、でもおはじきをまずクリアしないとな。追加キャラがどうせまたボス特攻だと思うんで、やっぱこの2日間重要だよな。二鉄とキラチャラ重要。いいね。どっちがいいだろう。まあ持ってないからどっちでも止まる。ポン。キラチャラかいいかな。とりあえずは。OK。いいね。これで通常の火力が上がるので、Y ポイントも少し稼ぎやすくなるし。いいね。いいでしょう。まあ2鉄もねちょっとミッションで必要にはなってくるんだけど、カバーがねいる。まあラストチャンスで出るだろう楽観視しすぎかな。この棒のガシャになってる。うん、まあいいでしょう。はい、とりあえずキラチャラいればね。3アーカ使った攻略やってるので、このね火力が大事なんでね。キラチャラ Z ランクだから出やすいかな。まあ技レベル4でもまあまあの火力があるでしょう。ここにいますね。不思議ってあんまり持ってないんだな。裏マップの樹脂ワルシャインに与えるダメージアップと二鉄とのプニットショット。これね、二鉄ワルシャインが今回課金妖怪だから、二鉄はキラチャラをゲットしないとね、通常の特攻がいないんで。あ、しかもために受けるダメージ減らせたからいい妖怪じゃん。 Z の実なんだっけごめん、 Z だけで攻略とかね、そういうので役に立ってくれるんだろう。これ妖魔人そうとしてたね。ごめん、ちょっともう一回見せてもらっていい？ワルシャインだね。ごめんね、ワルシャイン特攻だ。シオンによってエネルギーを吸収され生きるしね、ゾンビにされちゃった女性の執着心だけは残り、支配欲と支配欲のゴンゲと化している。で、ウォッチの方はこれで取り巻きがね、倒しやすくなるのかな。あった。ウォッチの方はキラチャラ
ワルシャインだね。だからかけらを集めやすくなるっていうところですね。うん、なるほどね。はい、じゃあ2番目のアカウントいきましょう。これでいいね、一歩近づいた感じしますね、無課金これでね。はい、これ2番目のアカウントでもう40まで来ましたね。元気ドリンクは4個。あ、これ CM 落ちたかな。 CM で落ちてっていう感じですね。で、1万1750まで来たね。でも今だいたい火力が特攻なしで3000ぐらいなんで、お助けパワー5でね。なのでさっきのキラチャラがいるとどうだろう、火力6000ぐらいいってくれたらいいけどな。不思議は結構いメンバーね、強いから。あ、そっか、何個回せるも、こっからもいけるようになったね。あ、2個回せんだ、すげえな。ごめん、ちょっと運を落としたいだけなのに2枚回しちゃった。行きましょう。あ、このコインは重いわ。これはワイポイント結構あるね。これは土雲まで惜しいな。ノンストップでいけんな。お、頼む、キラチャラ。お、引きコウモリか。まあこれサバーカだからな、ちょっとこの辺スカスカだもんな。止まってしまうか。おお、 SS 出るね、ヒーローにゃん。青に技レベル上がったんだよな、この前頑張って。さらそう、まあいいでしょう、 SSS は出たな。なんかちょっと惜しい感じはあるね。はい、じゃあ3番目いきましょう。一応このアカウントはこんな感じね。はい、これ3番目のアカウントでね、このアカウントもワイポイントあるね。38の4回、元気ドリンクは3個ですね。はい、 CM がさっきのね2番目のアカウントで1回来て、まあいつも通りって感じかな。じゃあ行きましょう。ちょっと運を落として、キラチャラもう一体欲しいな。やっぱ普段の周回がね大切なんで、キラチャラの方が欲しいな。うん、残念だね。止まんねえかな。あ、止まった。でも覚醒なんちゃらかな。そうだね、覚醒キュービとか覚醒オロチとか、なんか覚醒系が今回いっぱい来るな。ちょっとサブアカこの辺持ってないが、覚醒メラメライオン、覚醒オロチだ、覚醒キュービ。さあ金ラスト3個、ポン、覚醒ほのぼの、うりゃ、覚醒吹雪姫、覚醒ガシャか。これはラスト覚醒キュービー。なるほどね、なんか覚醒が出やすいな。まあちょっとメインアカウントだけだけどね、キラチャラゲットできまして、さっきも言ったけど、まあ、おそらく明日サクちゃんなんだ、金龍で。ちょっとキラチャラ1体なのは残念だな。2体ぐらいいるとな。3000、3000、3000で、今だいたい火力が3赤でね、9000ぐらい。1万だとね、3赤トリプルアタックで2鉄倒せないんですけど、これでキラチャラゲットしたんでね、メインアカウント3赤のトリプルアタックで1万2000ぐらいの火力になるといいな。まあ6000もいかねえか。はい、でもまあ6000だったらね、まあ1万850ぐらいはね、3赤の1発ずつで倒せれば、うん、非常にいいので良かったんじゃないでしょうか。はい、まあ今回ね、特攻がシオンの方はね、3体いるので、まあ今回ねダメでも次明日ですよ。明日で
まあちょっと将来的には土蜘蛛はいるんだけど、まあ多分それは追加も妖怪も多分あの剣王特攻になると思うので、まあとにかくね、あとウォッチも考えると結局全キャラ必要なんだよな。サクちゃん以外は必要なんだよね、さっきも言ったけど。なんでそんなとこっすかね。はい、まあちょっとプニットショット攻略にはこの3体ね、どっちにしろ必要になってくるので明日頑張りたいと思います。はい、じゃあ今回こんな感じしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。それではね、今回の新妖怪どうなんだろうな。ここですね、復活スキルか。土蜘蛛いいな、復活系か。 ZZZ な、なるほどな。また会いしましょう。さよなら。シオンはデカポに降ってくる系、溜まった状態スタート。これはもうアシュラじゃねえ、なんだっけ、デカポに降ってくるあれからあれか、アシュラと学校が今混ぜたようなやつか。ああなるほどね。ボーナス玉なんだ、金龍が一番いいのかな。キラチャラもまあまあいいね。はい、ごめんなさい。それではバイバイ。